宇佐美、郡司のトレード、中日の完全勝利に終わる。宇佐美11打数6安打、打率5割4分5厘、郡司12打数6安打、打率5割、完全ではないね、中日ってすげえな、ウィンウィンやね。中日さんありがとう。年齢考えると郡司やろ、このレベルの選手をトレードでくれる中日はさぞ強いんやろな。普通にいいトレードよな、こういうトレードでええよ。郡司が主戦格からあっさりヒット打ってて涙が出てますよ。やっぱり打撃は大学時代の牧に近いものあったし、才能あるわ。六大学の三冠王を二分で腐らせる中日さん、どう考えてもハムの方が得だろ。トレードで勝ちとか一体何と戦ってるんだ。今のハムはお試しで使われて結果出たらすぐスタメンって感じで、蓋がない状態だから若手選手は持ちで上がるだろうな。宇佐美は一軍デビューした時も、日ハム移籍した時も、最初だけ妙に打ったんだよな。なんなんだあの現象。二人とも二塁打一本と二打点でほぼ同じ。年齢年俸考えたら同じくらいの成績だと、ハムの方が得してね。宇佐美は中日に染まる恐れがあるけど、郡司はそのままいい方向に行きそう。ウィンウィントレードなんだから何をいがみ合うことが。つうか今回のトレードって、レンタル移籍みたいなシステムがあればよかったケースなんかね。